チェンナインフィットボールクラブは、インドタミルナード州チェンナイをホームタウンとする、インドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。2014年10月から開始した、インディアンスーパーリーグサッカーのフランチャイズである、イタリアセリエインテルナツヨナーレミラノが経営に、参加しているクラブ。インド映画でよく見る俳優のアビシェイクバッチャン、クリケットのインド代表キャプテンも務めた。 マヘンドラシンドニがオーナーを務める。2014年、チェナンフットボールクラブが設立される。チェンナイン FC として、クラブ創設し、元イタリア代表 DF、マルコ・マテラッツィを選手権監督として招聘した。マーキープレイヤーには、元ブラジル代表 MF エラーのブルメルを獲得した。11月には、アレッサンドロ・ネスタとも契約した。その他には、元フランス代表 DF、 ベルナール・メンディ、元フランス代表 DF、ミカエル・シルベストルを獲得した。シーズンは1位で終えたが、ファイナルシリーズにて、ケーラ・ラブラスターズ FC に延長戦の末敗れた。2年目として迎えた、このシーズンは、コロンビア人ストライカー、スティーブン・メンドーサが16試合で13ゴールの活躍。レギュラーシーズンを3位で終え、ファイナルシリーズ決勝にて、FC、 ゴアを破り初優勝を飾った。元ノルウェー代表のジョン・アルネリーセを獲得して臨んだ、マテラッチ体制3年目であったが、7位にてシーズンを終える。この年からチーム数が8から10に増え、シーズンが年をまたぐようになった。2017年7月3日、元アストンビラ FC のジョン・グレゴリー監督の就任を発表。初戦のゴア戦に敗れるものの、その後巻き返し、 レギュラーシーズンを2位で終える。ファイナルシリーズ決勝ではこの年から参入のベンガルール FC と対戦し、見事勝利し2度目の優勝を飾った。ありがとうございます。